どうも、ゆうしきです。本日なんですけれども、非常にですね、おめでたい報告が2つあります。まず1つ目なんですが、ついにですね、ゆうしきチャンネル登録者100人達成しました。ありがとうございます。まあ、チャンネル開設したの自体めっちゃ前なんですけど、ほぼね投稿してなかったりとか、最近になってね動画上げ出したんで、皆様にちょっと見ていただけてるのかなと思ってですね、やっぱり嬉しいです。はい、まあ、これからも無理なく楽しくですね、わらだんライフをお届けしますので、ぜひですねこれからも見ていただけると嬉しいです。続きまして2つ目のですね朗報なんですが、我が家で飼育しているスパチュラータスヘラオビワラジムシに色変個体が現れました。ということでですね、過去にね動画で紹介したこともあるスパチュラなんですけれども、だいたい6匹とか7匹ぐらいから始めて、まあ、かれこれ2年ぐらい、類大飼育をですね進めていった結果、今朝ねなんかちょっと色が違う個体が現れたんですよ。はい、なので それをねめちゃくちゃ報告したくて、今回はですねこんな感じでね動画撮ってます。はい、まあね100人達成したのは、まあ、ほぼついでに祝った感じなんですけれどもね。はい、もちろん嬉しいんですけどね。ということで早速色変したスパチュラをですねご紹介したいので、どうぞ。ということでこちらですね、スパチュラータスのですね飼育ケースになります。では早速中身見ていきましょう。はい、はい、こんな感じで、まあ、写真とかもね載せると思うんですけど、スパチュラータスっていうのは本来、まあ、こういったですね灰がかった少し青みのある灰色みたいな、色合いを基本的にはしていて、大型になるとね真ん中がちょっとこう白みを帯びてくる、まあ、そんな、種類だと思っていただければと思います。まあ、例えばこことか結構いると思うんですけど、あ、これ分かりやすいですね。はい、この子はね、あ、すごい、かわいい、かわいい。親子みたいになってますけど、この子のサイズだと、まだね、中トトロぐらいかな。トトロ、中トトロ、小トトロの中トトロぐらいだと思うんですけど、脱皮直後ですね。はい、上を多分脱いで、まだ乾いてない状態だと思うんですけれども、こんな感じの色合いですね。大きくなってくるとこんな感じで、だんだん真ん中が白くなってくる。こんなですね、かわいい平べったいわらじ虫なんですね。わらじ虫ってね、こう、帯わらじ虫とか、細わらじ虫とか、あと波わらじとか、まあ、いろんなですね、わらじ虫いますけど、まあ、結構この帯わらじ虫という仲間はね、僕すごく好きなんですよね。飼育してないんですけど、エキスパンサスとかね、ワーネリー大わらじ虫とかね、飼ってみたいなっていうふうにね、常日頃思っております。でここからがですね本題ですね。はい、今通常色を見てもらったところで、ちょっと色違いポケモン、色違いわらじ虫がねどんなもんかっていうのを見ていただこうと思います。明るいところに持ってきたせいで見失った。あ、いた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 、わかる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 かな、わかるかな、わかりますかね。今ちょうど真ん中にいるんだよ、これ。これ色違うよね、完全に。ねえ、オレンジ色がちょっと入ってる感じがするんですよね。例えばこのビシの、4節目かな？はい、ビシの、後ろから数えて4番目のね、口角とか殻の部分、オレンジ色入ってさ、しかもなんかこう足目みたいになっててめちゃくちゃかっこよくないっていう感じでですね、色変個体が現れたんですよ、ついに。めちゃくちゃ嬉しい、正直。これはさ、固定化したいよね。このまばらな感じはちょっとかっこよすぎ。はい、ちなみに今赤くなってね、この背中赤くなってんのはただ餌食ってるだけです。はい。この今真ん中の赤い子は餌が赤いから赤くなってるだけですね。はい。はい、ということでですね、見つけたんですけど、まあもうちょっと頭隠して尻隠さず状態になってしまったんでね、まあこんな感じで紹介させていただきます。まあ思ったより育てやすいし、結構成体になるとね2センチ超えてくるぐらい結構でかいんですよね。ちょっとねこれ持ち上げるの大変なんだけど、
あ、出た。わかるかな。そうそうね、俺の手がね、結構でかいんですけど、大体ね、本当にこれで多分2センチは超えてます、確実に。ね、さっき見たあの赤ちゃんいたでしょ？あの、赤ちゃんからさ、こんなに大きくなんのよ。僕ね、まあ、わらだんね、もちろんダンゴムシ大好きなんですけど、結構ね、こういうね、わらじ虫もね、もっと注目されるべきだと思っていて、この大型わらじ虫、かわいいよなぁ。僕大好きなんですよね。はい、ということでですね、意外と僕はね、わらじ虫もね、かなりですね、推しているのでね、今後はですね、まあ、ダンゴムシもそうですけど、わらじ虫もね、紹介もさせていただこうと思っております。はい、ということで、お疲れ様。撮影お疲れ。はい、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 お疲れ様でした。ちなみにこの木炭も、裏をひっくり返すとね、繁殖力はね、高いんですけど、いかんせんね、落ちてしまうことも多い。まあ、落ちやすい、増えやすい。まあ、そんなね、性質を持っていると。熱しやすく冷めやすいだから、なんだろうな。若者の恋愛みたいな感じですかね。はい。中学生の恋愛みたいな、そんな、わらじ虫、スパチラータス、ヘラわらじ虫くんでした。いかがでしたでしょうか。まあ、シンプルにこういった色変初めて見たんでテンション上がりました。まあ、多分ですけど、仮にこの今出た色変個体をね、こう、類代シグで定着化させて、こう、モルフとしてね、成立させた場合、これ名前つけていいってことだよね、多分ね。なんて名前にしようかな。なんかこう、迷彩柄っぽいから、サバンナロッキーとか。まあ、でもサファリ系でもいいか。サファリゾーンとか。スパチラータスサファリゾーン。違うか。迷彩ってなんて言うんだろう、迷彩って。あ、スパチラータスアーミーオレンジとか。いいね。めっちゃ、夢広がる。いや、本当にワラダンシークで、まあ、こうやってオリジナルのこう色合いの、なんか種類に育てたりとか、まあ、そういうの結構ロマンだったんでね。すごく、ちょっと、嬉しいです。今、生きがいを感じております。はい、ということで、これからもですね、見ていただけると嬉しいです。はい。すいません、こんな、まあ、ただただ報告の動画になってしまったんですけど、まあ、色彩変異とかそのモルフに関してのなんかこうまとめた動画とかもね、この後また作ってですね、投稿しようと思いますので、まあ、ぜひですね、ちょっとお待ちしていただければと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、 SNS のフォローなどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さあ。